マテリアルズアイ。スイッチを入れればすぐに光るライト。簡単に手に入る光のありがたみを毎回感じる人は少ないと思います。しかし人類が自由に使える照明を手に入れるまでは困難な道のりがありました。人類が長きにわたって使ってきた光は炎。しかしなぜ炎は光を出せるんでしょうか。ご存知の人も多いように炎の中には炭素の粒子が含まれています。炎の熱によって炭素が高温に加熱され光が出ているんです。でもここでさらに疑問。物は加熱されるとなぜ光を出すんでしょうか。物体は高温になると不安定になるため受けた熱エネルギーを放出しようとします。しかし周囲の空気の方が熱いため熱としてはなかなか放出できず光として放射することになるんです。この現象は黒体放射と呼ばれ、いわば熱を介して光を得る方法として人類が長いこと利用してきた原理です。この方法で強い光を得るにはより高い温度にすることが必要です。鉄を1000度のガスバーナーで加熱した時の明るさはこのくらい。その後2500度にもなる高温の炎、酸水素バーナーが発明されました。これだと鉄を加熱した明るさはこのくらいになります。でも鉄が溶けちゃってます。酸水素バーナーの高温に耐えてさらに明るく光るものとして石灰という材料が良いことが分かりました。実際にやってみると眩しくて直視できないほどです。チャップリンの映画のタイトルライムライトにもなっているように電球がない頃の舞台照明として世界中で使われました。その後誕生した白熱電球も細い金属に電気を流し高温にする黒体放射を利用した光です。そして酸水素バーナーよりも容易に出せる最高温度は金属の溶接にも使われるアーク放電によって実現できます。炭素で作った2本の電極の間を雷のように放電させました。これも炭素の黒体放射。アーク灯と言われ日本で最初の街灯となり人々を驚かせました。体育館などで使われる水銀灯も近い原理で光っています。その後登場したのが冷たい光、冷光です。ネオン管や蛍光灯がそれ。光を得るのに温度は使っていません。代わりに利用しているのがエネルギーを使って原子を高いエネルギー状態にする冷気という方法です。蛍光灯の内部では放電といってプラスとマイナスの離れた空間を高速の電子ビームが飛んでいます。この電子が途中にある原子に当たると原子は冷気状態といってエネルギーが高い状態になります。これが元に戻るとき持っていたエネルギーを直接光にするんです。何かを高温にして光を作っているわけではないので温度は低いまま、冷光と言われるゆえんです。そしてさらに改良されたのが LED。 蛍光灯と違って固体のぎっしり詰まった原子に対して電子を照射するので無駄打ちがなく原子を効率的に冷気させて省エネで済む光になっています。どうです、今は簡単に点灯させられる光ですが、ここに来るまで様々な原理と格闘してきた歴史があるんですね。